振動が行く。皆さんこんにちは、かえでです。振動です。そして笹原由美です。よろしくお願いいたします。ちょっと甘めで行きました。はい、なんか珍しい感じの、はい、今日はそういう気分ですか。はい、はい、とアコーディアガーデン東京ベイに来ております。前回ですね、笹原プロにヘッドの重心っていうものを教えていただきまして、振動さんご機嫌でしたね。やばいよね。ちょっとこれからますまだ教えてもらえることあるんだと思うと、めっちゃ楽しみで、はい、早く次も教えてもらっていいですか。はい、もちろんです。ちょっとドライバーでもいい球が出るようにレッスンしていきたいと思います。お願いします。はい、はい、前回のヘッドの重心っていうポイントをもう一度改めて解説をお願いします。はい、どのミスも結構共通していて、はい、特にアマチュアゴルファーの方は、うん、ヘッドの重心を後ろに持っていってしまう、はい、でそれでトップしたり、まあ、返して GP になったり、まあ、いろんなミスにつながるので、はい、ヘッドの重心を常に体の前に保ってスイングをしましょうっていうお話をこの間前回させてもらいました、はい、で腕とクラブは上げ下ろし縦の動き で、はい、でそれが体は回転で腕とクラブの上げ下ろしと回転を一緒にすることでこういうゴルフスイングがこうできていくっていうような、それを振動さんに試していただいて、はい、アイアンでは結構いい感触を持っていただけたんですけど、うん、まあ、ドライバーになると少しまだちょっとスライスになっていく感じがあったんですけど、まあ、それの原因をじゃあちょっと話していきたいと思います。はい、はい、お願いします。でテイクバックとてもいい感じでヘッドフロントサイドに感じて上げられていたんですけど、でダンスイングもいい意識はあったんですけど、ここからどうしてもドライバーになると振るっていう意識が強いので、あの体を回そうとした時に体重移動でこう左にこう引っ張っちゃうようなのが入るんですね。でここから縦に上げられてても体重移動がこう入るとどうしても横の移動が入ってしまうので、はい、横の移動が入るとヘッドがこう後ろに行きたくなっちゃうんですね、はい、そうするといわゆるヘッドの重心が後ろの状態のダウンスイングになるので、まあ、これで行き場がなくなるともう前傾をこう起こすしかない、はい、こう前に下ろそうとしても、まあ、いわゆる突っ込みみたいなのが入ると前傾が起きちゃうので、ここでちょっと擦ったような入りになってスライスになってたかなと思います。はい、なのでテイクバックダウンスイングの時にも、体はその場で回転、腕とクラブは縦でこう前傾起きずにスクエアなインパクトをしていけるようにちょっとやっていけたら今回はいいかなっていう感じです。はい、はい、じゃあ今まで通りこうですね。そうですね、前にヘッド前にっていう感じのまま、おお、感触はどうですかね。感触はちょっと薄かったですか。ちょっと薄かったけどまずまずですよ。まずまずです、はい、でももうどこに行っても全然もうしょうがないなっていうぐらいこうやってあげてるんで、うんうんうん、オーバースイングのなんかこう肘開いたりしてないのかな、そういう心配はちょっとしてます。ああ、なるほど、全然そんな感じには見えてないので、本当ですか、はい、意識はいいと思います。うん、どんどん、はい、どんどん思い切ってやってもらって。はい、うん、今がちょっとスライスみたいな。当たりはめちゃくちゃいいんだけど、はい、なんかやっぱ自分の感触的にはこうやってやってるから、はい、か上から来すぎてスライスしてるのかなっていうぐらいの感じです。あ、わかりました。はい、じゃあちょっと構えてもらっていいですか。はい、はい、今テイクバックの意識とてもいいので、はい、それは変えずにやっていただいて、はい、こんな感じで、はい、で今スライス出てる原因っていうのが、打ちに行くときにちょっと左にこう流れることで、はい、ここに下ろしたいんですけど、はい、今こっちに来ちゃってるんですよね、はい、なので前から下ろしすぎてスライスっていうよりは、はい、ヘッドがこう後ろに行ってフェースが開いて、はい、当たってることによってスライスしているっていう感じなので、へ、もっと前に意識したいです。もっと前、はい、もっと、へ、
でそれをやるために今みたいにこう左に流れる動きが入るとどうしてもヘッドがこう後ろに、そう後ろに回っちゃうのでトップまで行っていただいて、ここにも壁があると思ってこれに当たらないように腰を切ってもらって、はい、腕はあいいですね、腕回したそしたらこうスクエアに来るので、この位置で回転できるといいです。そうです、そうです。当たりますよいつも通りの感じだと、あ、こう、その時にヘッドがやっぱ後ろに来たがっちゃうので、はいはい、これに当たらずに腕は真下。そうですね、はい、全然違いますね。全然違うでもかっこいいですよね。かっこいいです。けど違和感はかなり感じそうな。ですよね、うん、触れそうですか。え、もうこん、そうね、あちょっとどうなるか分かんないやってみましょうか、はい、わ、全然違う。出玉が、はい、多分今までよりちょっと左になってくるので、うん、はい、その感じでだんだん慣れていくといい球になっていくと思います、はい、あの左に出てるのは OK？ あ、まずはいいと思います。やっぱ右に出てる間はこう伸び上がってる、うん、あ、そういうことですね、はい、ことだと思うので。あ、ちょっと起きちゃいましたね、今ね。分かりやすいですね、はい、ここからこう回ってたので、はい、こう起きて開いてって感じだと思う。多分再生したら分かるかなと思うんですけどね、これをこう押さえて、はい、こうフォロー、インパクトフォローでこのアドレスの時の前傾と同じように右側の 体側をこう前傾したままこう送れるようになるといいです、ね、クラブを体の前に保ったままこの位置まで回って、はい、前に上げていって、で下ろすのと同時に回転、これを突っ込むとこうなるので、腕は下、体はその場で回転でインパクトがこうきて、こういう風な感じですね。で今は多分ヘッドがずっと前にあるので、まあ、一般的なドライバーショットと違うと思うんですけど、まあ、これにスピードが入って遠心力かかるので切り返せはこっちに結果的にはなりますけど、自分で作りに行くと前傾起きるので、うん、自分の中では常に下でその場で回るで、インパクトフォローはここの前傾も保ったままこうボールを見ていくっていうの、斜めに見ていく。そうです、斜めに見ていく感じです。起きるとここからこうなるんで、はい、多分こういうフィニッシュになると思います、うんうん、起きてなるわなります私そうですね、下半身の動きでいうとこうさっき言ったみたいにこう体重移動を入れちゃうと、うん、横の動きなので右膝とか、まあ、右のお尻が、まあ、ここに壁があるとしたらこう離れていく方向に使われるので、はい、まあ、下半身だけの練習をしていくのであれば、まあ、ここから右膝の位置を変えずに左を向くプラス、ここに壁があるとしたら右のお尻を壁から離さずに体をこう回していくっていうような意識をしていくといいと思います。そしたら前傾は必ず保たれるので、起きるときは絶対に前に出るので右側が、これを意識して下半身を練習していくっていうのも大切ですね、はい。やってみましょう。うん、いい球。ナイスショー。すごい。何今の。今すごい綺麗に降りてきてました。スクエアに。来たよね。来ました。いや、自分で分かっちゃった。本当ですか。分かっちゃった。分かっちゃった。振った感覚と球がめちゃくちゃ合ってたから。そうですそうです。いい。すごい。くるくるしちゃう。僕の今のそれぐらいちょっと自分の感覚と正しい動きっていうのがギャップがあるので、うん、びっくり。 そこを埋めていくのがやっぱ大変だったり上達しにくいポイントなんですけど。先生、はいはい、今のは結構左に行くつもりで、はい、今ちょうどよかったんですけども、はい、これはあの先生と離れて自分でやりだすと、はい、あの、まあ、まずあの分かんなくなるじゃないですか、はい、特に左に出た時の
対処法ってどうするんですか？だんだん。そうですね、あの左に出ちゃった時は、はい、2パターンあるんですけど、はい、1パターンは本当に外から降りてきた時、はいはいはい、でも、ま、それなかなかなくって、そうなんですよ。左行く時は、インパクトに向けてこう後ろから入っちゃったのを左振らなきゃと思ってるので、うん、ここから返す量が増えるんですよね。返す量が増えると左出ることの方が多いので、あの曲がった時はヘッドが後ろから降りてきちゃったってどっちにしても思ってもらって、どっちにしても、はい、は思っていたのは逆と思いがちだけど、そうなんですよ、はい、実は後ろから来てそれを返してる、返してる、怖えってなるとどんどん、あ、ヘッド前にやりすぎてるから、うん、あのダメなんじゃないかと思ってまた後ろから入れると、うん、またちょっと抜け出せなくなっちゃうんで、まずこう、まあ、自分のショットをこう自分で見ながらっていうのが上達にすごい大切なポイントだと思うんですけど、はい、多分やりすぎたと思っても自分が思ったよりヘッドが外から来てたりしないと思うので、はい、だんだん自分のイメージのギャップと実際の動きを埋めていくっていうのが大事ですかね、はいはい、やばかったでしょ。すごかったです。すごかった。めちゃめちゃ気持ちよかったんですよなんか大げさにやるねって言ったぐらいがやっぱちょうどいいんですね。そうですね、はい、それぐらい自分が外から来てる、うん、来てない、もうあのこっちから、うん、後ろから来てるんだね。そうですね、やっぱり過剰にこうインサイドから入れちゃうっていう方が多いので、うん、実際はもっと外からが本来の動きっていう感じ、うん、ヘッドね、感覚でいうと2つから3つ分ぐらい外から入れてる感じ。そんなに違いますか？うん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 、これはね、あのいきなりコースでは無理だよね。あ、無理です ね。しっかり練習していただいて、うん、こう体に染み付けていくっていう、うん、これはね、練習場で絶対最初にやった方がいいです、はい、コースでやったら自分でできているつもりでも絶対できてないんで練習場で僕結構思い切りやってちょうどいいぐらいだったんで、うんうんうん、これ一般の人は特にそう思いました。そうですね。もう思いになるんですか？ちょっと今日出しすぎじゃないですか？結構変わってきましたよ、水曜日。うち視聴者結構多いんですから、マジちょっと出しちゃいますね。いいですか？はい。ありがとうございます。次回も楽しみにということで、はい。はい、では次回の動画もお楽しみに。楽しみに。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。おすすめ動画はこちら。また見てください。